富浦町、富浦町は、かつて、千葉県安房郡に存在していた町。2006年、平成18年、平成の大合併により廃止され、南房総市の一部となった。富浦町の名は、南房総市に含まれる、旧町域の町帝の干渉として残っている。なお、現在、2018年時点の南房総市役所は、旧富浦町役場の建物を利用している。 本校では、1889年の町村政施行により成立した富浦村、当初は平軍所属、1933年に富浦村が調整を施行して成立した富浦町、初代、1955年に初代富浦町と八塚村が合併して成立した富浦町二代目について説明する。富浦町以下、特に断りのない限り、 平成の大合併まで存在していた二代目、富浦町を指すは、房総半島の南部に位置していた町である。気候は温暖である。町域の西側は、南北10キロメートルにわたり、東京湾、浦賀水道に面し、残る三方を山に囲まれている。北部には、木の根峠、181メートルを通る東西の山脈。東部には、地区の最高点である、青木山。 215メートルを含む南北に走る200メートル級の山脈南部には道山を通る東西の小級量がある。昇域北部と洋海北は数千年前から流起を繰り返してきた断丘が形成され山が迫る地形となっている。道路も境外で土砂崩れの危険性も多く、国道、鉄道ともに規制が多い。岡本川とその支流は東部、 八つ地区に貸し団球を、下流部に平野を作り出して、富浦湾に注ぐ。南西部で大伏三崎が、浦賀水道に突き出ており、富浦湾を抱える、富浦湾の範囲は、大伏岬の北端にあたる、ただ両岬と、長域北西部にある、南豚に岬を結ぶ範囲とされる。大伏岬南は、立山湾、鏡ヶ浦に面している。 富浦町の町域の西半分は、初代富浦町、旧富浦村の町域であり、東半分は、旧八つ村の村域である。1926年、大正十五年時点の富浦村は、北に、紀根峠を隔てで、岩井村に、東は、八つ村に、南東は、船形町に接していた。当時は前村を、ただりょう、ら、原岡、豊岡、名無田に、 南屋の4区に分けていた。南房総市においては、合併前の町村によって、地域を7地区に分けており、旧富浦町の地域は、富浦地区となる。南房総市社会福祉協議会では、小学校区や中学校区、むね町村制発足時の町村をもとに地域を16地区に分けており、2018年現在、旧富浦町の地域は、富浦地区、 八塚地区に分けられている。1897年、明治30年以前は、平良軍に属していた地域である。古くは、ただ両層岡本里に属していた。戦国時代には、里見氏が、ひじ山一帯に、岡本城を集築し、天然の良港を水軍の拠点として、北条氏に備えた。元禄16年、1 7 3年の元禄地震では、 大津波に襲われた。1873年、明治6年、潮、入村、坂村が合併し、豊岡村となる。1877年、明治10年、原村、岡本村が合併し、原岡村となる。1878年、明治11年、千葉県に軍区町村編成法が施行されると、原岡村、ただ両村、青木村は一つの連合。 連合古町役場となり、豊岡村は、南谷村と連合した。1884年、明治17年に、古町役場の管轄変更が行われた際に、青木村を除く四カ村、原岡村、た良両村,村、豊岡村、南谷村が連合した。1889年、明治22年、町村制志向に伴い、四カ村が合併して、富浦村が発足。 富浦の名は、豊富な解散をお願って新たに定められた尊名である、随章地名。1918年、大正7年、木更津線、現在の内房線安房勝山駅名古、船形駅間が延伸し、富浦駅が開業した。1923年、大正12年9月1日に発生した、関東大震災においては、北条線、 内治防線岩富トンネルが崩落した。1933年、昭和8年、調整を施行し、富浦町となる。昭和の大合併が進められていた1955年、昭和30年、初代富浦町は、東隣の八束村と合併し、改めて、富浦町が発足した。富浦町役場は、青木地区、旧八束村に置かれた。 2004年、平成16年、富津立山道路の京南と山インターチェンジ、富浦インターチェンジ間が延伸した。2006年、平成18年3月20日、平成の大合併が進められる中で、富浦町と富山町、三吉村、丸山町、和田町、千倉町、白浜町が合併して、南房総市が発足した。 これに先立つ2月26日に閉庁式が行われた。なお、南房総市役所は当面の措置として旧富浦町役場の建物を利用している。1888年、明治21年に記された文豪取調べ文書によれば、富浦村となる各村では漁業と農業を営んでいたとされる。1926年、大正15年の 安房軍史によれば、主要産業は農業で漁業がこれに次ぐとされる。特筆されているのは、ビワの栽培で、景品の市場に出荷され、ことにナムヤビワが著名であるとされる。また、桃の栽培や畜産も産業として挙げられている。わかめ漁が毎年3月に解禁される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。